はい、どうもこんにちは。この動画ではアフターエフェクツを使って衝撃波を作る基本的な操作方法をご紹介します。適当に撮った動画でも衝撃波を加えるだけでファンタジー映画で使えそうな衝撃を作ることができるようになりますので、ぜひとも真似してみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクションということで、まずはカメラを構えてのけぞる男の動画を挿入しております。ピストルでもパンチでもご自由に撮影してもいいですし、この動画ファイルもダウンロードして OK。 そしたらここにまずはモーショングラフィックスとしてシェイプが広がる動きを作っていきます。何も選択していない状態でシェイプツールから楕円形シェイプを選択し、アイコンをダブルクリックしていきます。すると画面の中に楕円形が出てきます。塗りはなしにしておいてから、線の色は白で設定しております。そしたらシェイプレイヤーを開いておいてから、コンテンツの楕円の中にある楕円形パスを開き、サイズのチェーンを外しておいてから、縦と横が同じサイズになるようにしてまん丸丸丸にしておきます。このチェーンをまた入れておいて、サイズは1にしておきましょう。そしたら続いては線の項目を開いておいてから、線幅の数値をひたすら上げて中心に丸を作っていきます。この丸いやつはここから始まるようにレイヤーをカットしておきます。そしてサイズと線幅の両方のストップウォッチアイコンを押しておいて、キーフレームを打っておきましょう。そうしたらしばらくインジゲーターを動かしておいてから、ここでまずはサイズだけを大きくしていきます。サイズを大きくしたら、それとは逆に線幅の方は0にしておきます。こうすることで広がるにつれて線が細くなっていく煙のようなエフェクトを作り出すことができます。キーフレームをすべて選択しておいてから、 F9 で Easy Ease を適用していきます。これで動きが滑らかになりますが、速度グラフを見て動きに緩急をつけていきます。この黄色いハンドルを動かすとグラフを変化させることができます。ちなみに今現在は速度グラフを使っております。これを見ながら最初の方で速度が爆上がりするようにハンドルを引っ張っていって、前半に山がもっこりするようにしておいて、速度が一気に進むようにしておきます。ちなみにこれを値グラフで見るとこんな感じで、サイズは数値が大きくなるグラフで、線幅は数値が小さくなるグラフとして確認することができます。これで輪っかが広がる動きができました。キーフレームの間隔を狭くしておくと、もっと早く動きを作ることができます。ということで、これをカメラの動きに合わせてタイミングとかを合わせて配置しておきます。実際に写真を撮るたびに衝撃波が出てしまうカメラがあったとしたら、写真とかがめっちゃブレまくってしまいますけどね。そしたら今度はこのシェイプにエフェクトからタービレントディスプレイスというのを適用していきましょう。すると線が歪むようになりました。より煙みたいになりますね。オフセットを動かしたり、円の位置自体もカメラのレンズあたりに合わせておいて調整しておきましょう。とまあこれだけでもアニメチックなポップな演出として使えたりしますが、今度はこの線に合わせて画面を歪めていきましょう。エフェクトからブラーガウスというのを見つけ出して、これをシェイプに適用します。ブラーの数値を上げてエッジをぼかしてモフモフにしていきましょう。子供の頃に布団の中の綿を引っ張って輪っかにしたのを思い出しました。そうしたらこの布団の綿をプリコンポーズしておいて、新規コンポジションとして全てまとめていきます。そしたらこの上に新規調整レイヤーを作成しておきます。調整レイヤーはコンポジションと同じ長さに合わせましょう。そしたらこの調整レイヤーに対してエフェクトからディスプレイスメントマップというのを適用していきます。すると微妙に画面が歪みます。このディスプレイスメントマップのマップレイヤーから先ほど作成したモーショングラフィックスのレイヤーを指定しておくと、そのレイヤーを元にして画面を歪めることができます。モーショングラフィックスのレイヤーは非表示にしておきます。さあ、すると画面がモーショングラフィックスの動きに合わせて歪んでいます。最大水平置き換えと最大垂直置き換えの数値を両方とも上げていくことで、歪みの度合いを広げることができます。歪めすぎると画面のエッジが見えてしまいますので、ここは気をつけながら見ていきましょう。さあ、これでなかなかいい感じのショックがバヒューンという感じで出てきます。これだけでもちょっと遊びたくなりますね。ただ透明なので、もう少しショックを見せたい人とかは、さっきのモーショングラフィックスをコマンド D で複製しておいて、一番上に配置しておいてから不透明度をめっちゃ下げておくと微妙にうっすらと見えたりしますので、やってみるといいかもしれません。これだけでも十分いいのですが、個人的に最後のおすすめとしては、ショックのある瞬間にちょっとだけ早送りをしてみると衝撃が伝わる感じが出たりします。タイムリマップ使用可能にした状態で、衝撃が起こるところでキーフレームを2つ打っておきます。そしたらこの2つのキーフレームの間隔が狭くなるように、最後の2つのキーフレームを選択しておいて左方向にずらしていきます。こうすることでこの瞬間だけ動きが速くなりますので、衝撃の感じが伝わりやすくなります。ここは映像によってお任せいたします。ということで今回はこれで以上です。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。
いつか会える日を。